はい、どうもこんにちは、ゾウです。今日はですね、もうだいぶ買ってから日が経っちゃってたんですけど、1月にですね、まあ1月の僕の誕生日にですね、ヒーさんに買ってもらったもの、まあ買ったものを紹介していきたいと思います。はい、よければ最後まで見てください。ではやっていきましょう。はい、ということでですね、1月の11日に、誕生日でディズニーに行っていたんですけども、その時にですね、購入したもの、まだ買って紹介したいなと思ってたので、全然未開封のままずっとこの部屋に置きっぱなしだったので、やっと紹介できるなっていうところで、本当に日用品というかの、普通にね使うものも多いので、ちょっとパパッと開けたいと思います。はい、よし、じゃあ行きます。じゃあまずですね、一番日常で使うこれからこれそうですね、一番じゃあ日常的に使うものはこちら、じゃんこれですね。イベントがちょうどベリーベリーミニーが始まっていて、ちょっと始まった時でしたね。はい、に購入したポップコーンバケットですね。はい、購入いたしました。これですね。はい、パカッと。はい、かわいい。で、これはですね、じゃんじゃんと、これまあそう、これベリーベリーヘターなので全然ね、あ、できたできたできた。はい、びっくりした、びっくりした。これどっち向きや、こうか。はい、これでですね、ポップコーンバケットの完成になります。全然できないんだけど、なにこれ。じゃあ説明書があるので、はい、説明書があるので見てやればいいと思います。見てやればいいと思います。まあこんな感じになるわけですよ。はい、ここ可愛いですよね。ほら、こんな感じ。はい、ほんとはこれちゃんと固定されるんですよ。ただ、僕が下手なだけなので。はい、こんな感じです。ベリーベリーヘタでした。ベリーベリーヘタでした。ここの首にかける部分、これも可愛い、ね、可愛い。はい、お願いします。はい、じゃあ次ですね、誕生日と言ったらこちらでございます。じゃん。はい、ミッキーのぬいぐるみバッジですね、購入してもらいました。ありがとうございます。今年からちょっと変わった感じで、これは懐かしいハッピネスイズヒアっぽい感じの帽子がいいね。かわいい。で、2020って書いてあります。はい、ありがとうございます。一応全部プレゼントっていう形で買ってもらったので、値段は控えさせていただきます。でですね、これと一緒にこれ、じゃん、買ってもらいました。ありがとうございます。まあ、買ってもらったというか、ヒーさんが絶対欲しかったんだろうなっていうことですけど買いました。映えですね。かわいい。はい、これ今ソファに飾ってます。かわいいね。かわいい、うん、はい、毎年ね、このミッキーのバースデーの縫い場はね、買ってもらってて、もう3体目になりますか ね、 そうね、うん、でヒーさん誕生日の時はミニーちゃんをプレゼントしております。はい、はい、で次ですね、次がじゃん、これですね、スーベニアメダルをここに入れられるぬいぐるみバッジ、一応ぬいぐるみバッジなのかな、うん、まあキーホルダーになっていて、今回のですね、誕生日の時のスーベニアメダルを入れようかなっていうふうに思ってたんですけど、本当に一番最初に2人でディズニーに行った時に、同じ2人お揃いでスーベニアメダルを2枚買ったので、それを入れようかなと思っております。はい、買ってもらいました。で、次がですね、結構日常品のものになります。こちらですね。違うな、これ俺が買ったんだね。あ、こっちはそう、こっちはヒーさんにありがとうの気持ちを込めプレゼントしたものです。はい、じゃん、かわいいマグカップですね。タンブラー、タンブラーか。はい、サーモマグって書いてありますね。なので保冷保温がしっかりしてるやつです。持ち運び OK。
値段が3100円になります。高級だ。これ開けるとですね、はい、説明書でこんな感じになってます。皆さんコーヒーが好きなのでコーヒー入れたり、まあ水とかでもいいけど、うん、まあ、コーヒー専用、ね、どうしても匂いつくの気になったから、うん、コーヒー専用かな、うん、まあ、持ち運べるのはいいよね。 T さんからですね、こちら僕もちょっと欲しい水筒がありまして買ってもらいました。じゃじゃーん、これかわいいよね。はい、このサイズのこういうボトルがちょっと欲しくて買ってもらいました。はい、これもまあまあ新しい商品ですね。これもサーモマグです。なので保冷保温がしっかりしているというやつですね。はい、中とキャップはこんな感じになってます。で、保温効力が67度以上で6時間、保冷効力が8度以下で6時間って書いてあります。はい、こんな感じです。かわいいね。これはもうプライベートでカバンにずっと入れておきたいやつ。まあまあ軽くはないけど重くもないって感じです。はい、はい、じゃあ次ですね。次はまあ2人用って感じで買いました。こちらですね、これとこれ。はい、まずこっちがじゃん、お茶碗ですね。購入しました。これかわいいシンデレラ城と火山ではミッキーのやつですね。はい、こんな感じ。パールかかってる。あ、確かにパールかかってる感じだ。このミッキーの絵のところが若干パールがかってる感じ、かわいい。でここねポコポコしてるんですよ。ポコ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 浮き出てる感じ。はい、こちらになります。このミニちゃん、ヒーさんの方ですね。のです。こっちの方がなんかパールっぽさが際立ってる気がする。実際見るとかわいい。いいね、かわいい、かわいい。はい、こちらもレンジのみになります。なので2人でこのお茶碗を使ってご飯を食べたいと思います。まあ、あのサイズ的にはよく食べる男性だとかなり少ないかなとは思うんですけど、最近僕もご飯あんまり食べなくなっちゃったんで、このぐらいでいいかなと。まあこれ2杯か3杯おかわりすれば全然いいかなぐらいだと思うので、はい、嬉しいねこういうのね、うん、かわいい、かわいいな、すごい初めてだ ね、いいね、確かに。はいはい、であとがこれか。はい、じゃん、チョコレートかけポテトチップスも買いました。はい、これどっちかっていうとバレンタインシリーズですけど、かわいいな。はい、お菓子もね、なんか食べたいのないのって言った時にうんって悩んでたら、ヒーさんがこれ食べたくないって言って、まあ、自分が食べたいね、すごく激しく同意したじゃん。まあ激しく同意はした、激しく同意はしたけど結局面白かった。私が言ったからあ、そんな気がしちゃったのかな。そう。はい、コーヒー、裏はこんな感じ。開けてみます。おお、あ、へえ、こういう感じなんだ。はい、こんな感じでかかってますね、チョコレート。うん、食べてみようか。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。こういう感じ、そうそう、こういう感じでかかってんだよ。普通横にさーってる。あ、そういう感じ。俺全部チョコレートだと思ってた。あー、そういう感じか、うん、それはない。なんで。はい、こんな感じです。美味しそう。じゃあいただきます。うん、めっちゃ美味しい。なんだこれ。カルビーです。カルビー、カルビー食べ慣れてる、食べ慣れてるカルビー。これめっちゃ美味しいね。うーん、思いっきりチョコレート感っていう感じではないけど美味しい。これいいわ。うん、甘くもなくしょっぱくもなく、なんとなくこうじゃがいもが生きてる感じ。言うね、言うでしょ。そんな感じですね。美味しい、美味しいよね。うん、これはお土産にとてもいいと思います。おすすめです。うん、あ、そうそうそう。で、これこのシリーズ買うとこれついてきます。はい、かわいいですね、紙袋。今お土産にいいですよって言ったんで値段だけ伝えとくと、これで1100円になりました。はい、
ありがとうございます。美味しかったです。で、あとですね、ちょっとディズニーストアで買ってもらったものなんですけど、こちら、じゃん。携帯ゴミ入れケース、買ってもらいました。これですね、去年のこの時期に出たんですよ、多分初めてね。このゴミ入れケース。で、欲しくて、買いたいと思って行った時に売ってなくて、すぐなんか売り切れちゃったんで、今年出た時に、あ、今年も出るんだと思って、今年も買おうと思って買ってもらいました。ありがとうございます。近くで見てみるとこんな感じです。で、裏ですね。で、ここですね、グッと押すとパカッと開いてパンと離れる感じですね。はい、ゴミ入れとして使います。はい、ありがとうございます。はい、ということで、1月で、あ、やってますね。はい、ということで、1月の誕生日にですね、購入してもらったものがこれになります。はい。まあ、一部はちょっと違いますけど、ですね、なんだろう。だんだん欲しいって思うものが、日用品というか、水筒とかね、そういうものにシフトしていってるのを見ると、まあ、大人になったなと、つくづく実感します。はい。お菓子とか減ってきてますからね。それは私。あ、そっか、そっか、ヒーさんか。あ、それはなので、すごい水筒落ちたと怖いけど、まあ、なのでですね、次のヒーさんの誕生日の時にはどういうものをおねだりされるか楽しみでございます。はい、鍋はい、でですね、誕生日の時にたくさんメッセージいただき本当にありがとうございます。無事に28歳も今のところ順調に生活が遅れていますので、これからも頑張っていければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、この動画がいいと思ったら評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また Twitter、Instagram、TikTok 下の説明欄リンク貼っておりますので、そちらの方からフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。では、チョコがけポテトチップスはおすすめです。おすすめです。美味しかった。こっちじゃないのかよ。はい、これね、チップスの方。美味しい。美味しい。うん。